高校3年生にとっての最後の晴れ舞台、バドミントンの県大会がいよいよ始まります。バドミントンに高校生活を捧げてきた3年生最後の舞台。新型コロナの影響でインターハイが中止となり、予選を兼ねる県大会も行われなかったため、独自の代替大会が開かれました。大会には地区の予選を勝ち抜いた学校が出場し、男女の団体とダブルス、シングルスが行われます。団体戦は通常1試合ずつ行いますが、今日は2つのコートで同時に試合を行うことで時間を短縮しました。選手たちはこれまでの練習の成果を発揮し、軽快なフットワークと巧みなシャトルさばきを見せていました。コロナでできなくなるかと思ってたんですけど、こうやって試合ができてとても嬉しいです。大会を開いてもらったことに感謝しながら、一球一球大事に試合をしていこうと思いました。男子の団体戦は県内屈指の強豪校、双葉未来学園がその実力を見せつけ優勝を果たしました。高校バドミントンの県独自の大会はあさってまで開かれ、県ナンバーワンの座をかけて熱い戦いが繰り広げられます。